おいしいご飯を作れば可愛いあの子もおいしいねってとびきりの笑顔を見せてくれるよ。皆さんこんにちは、竹瀬でございます。本日はそんなにレシピというほど大それたものではないんですけれども、納豆丼を作っていこうかなと思います。まあ、こんな一手間加えるだけでもね、こんな食べ方があるよみたいな感じでですね、皆様のネタの一つとしてストックしていただけると嬉しいなという感じです。僕はいつも納豆を食べるときはこんな感じで食べてるんですけれどもっていうそんな話です。よかったら参考にしてみてくださいませ。とりあえずお米が炊けたので、お米をちょっと蒸らしましょう。はい。お米が炊けたら、まあ、こんな感じの状態になっているじゃないですか。で、そのある程度その蒸らしっていう作業が必要になるので、蒸らしていきましょう。水分が多いところと少ないところみたいなのがね、そのあべこべになってしまっているので、それをかき混ぜるっていう意味も、あります。できるだけその、ね、あんまりこうべちゃべちゃと潰さないようにして、このさっくりと切ります。さっくりと切ったら、そこから返すような感じです。で、返したものをまたさっくり切って、で、返したものをさっくり切って。こんな感じでそのお米が炊けた後にお米を返す作業、そのね、蒸らしとかって言ったりとかするんですけれども、これでも余分な水分を飛ばしたりとか、柔らかいところ、硬いところがその、ね、あのまばらになっているのを解消すると。これでその均等に美味しくお米が食べられるわけなんです。で、一人暮らしをされているときは、ね、しばらく保温状態が続いたりとか、ね、続いたりすると思うんですけれども、この混ぜているとさ、その炊飯器のこっち側とかにそのお米がこうくっついた状態になっちゃうじゃないですか。こんな感じで、米粒が。で、こんな状態でその保温状態を続けてたりとか放置したりとかすると、ここからカッピカピになるんで、できるだけこういうのを作らないようにしましょう。このしゃもじでこう、ね、内側に寄せていって、できるだけその米が塊になるように。こんな感じ。こうすると、とても良いかなと思います。とりあえずこれで蒸らしが、OK でしょう。こんな感じです。ぜひ覚えてくださいませ。で、まあ、いろんなやり方があるんですが、僕は基本的にそのお米が炊けたらもうその保温スイッチを切っちゃいます。保温スイッチ切っちゃいます。で、そのままこの包んで冷凍するときもありますし、次食べるときまた保温ボタンを押して温めたりとかもします。これなんでかっていうと、僕の家、電子レンジがないんですよ。電子レンジがある場合だったらね、保温スイッチ切ってすぐ切って、で、その取ってその食べるときに電子レンジで温めてって感じなんですけども、電子レンジがないんで、いつもその保温ボタンを押して温めてるような感じです。そんな感じです。ちょっとやってみてみましょうか。まずお米を丼に。盛ります。で、丼に装うときもね、こんな感じ、端っこの方に1粒、2粒がくっついてしまったりとかしないように、できるだけそのまとまりが出るように、持ってあげましょう。とりあえずこれで、ひとまず OK。で、ここから野菜を入れていきます。別にその野菜だったら何でもいいですけどね、ちょっと今回僕は面倒くさいんで、ミックスサラダというか、こういうカット野菜を買ってきました。こういうカット野菜にその栄養がないって言ってる人も、ね、すごいたくさんいるんですけども、いらっしゃるんですけども、そういうカット野菜を食べても意味がねえみたいなことを言う人たくさんいますが、それはなんかちょっとね、うがった 見方をしすぎな気がします。だってそのビタミンとか、ね、その食物繊維うんたらかんたらって、ね、その水溶性もあれば、その脂溶性とかもあったりするわけなんですよ。そんな、ね、水洗いするだけでね、たくさん水洗いしただけで、そのね、全ての栄養が流れていってしまうんだったら、ね、これも真っ白になってなきゃ話がおかしいわけなんですよ。なんでビタミンだけ流れていって色素抜けねえんだって話になりますし、もし水にそう腸をさらしまくってさらしまくって、もうこれが全部真っ白になるんだったら、その通りも全然その理屈も納得できるんですけれども、ね、ビタミン K とか、ね、食物繊維とかに関してはね、そんなね、水に流したぐらいじゃ全然溶け出さないですし、ビタミン C はね、小学校の実験でもやったようにね、結構ガーッと流れてしまうんですけども、全部が流れるわけではないんで、カット野菜食べるだけ無駄とかって思わずに、めんどくさいときはちゃんとカット野菜でも、生野菜を食べれるようにしていただけると良いかなと思います。で、こんな感じで、キャベツを敷き詰めました。で、ここから、納豆を混ぜていくんですけれども、その間にちょっと目玉焼きの準備をしていきましょうか。目玉焼き。目玉焼きを作るときは必ず、蓋を使ってくださいませ。蓋を使わないとね、その上の方が熱通らないので、温めるときから、蓋を常に、置いておきます。で、納豆はそのまま、使ってもいいんですけれども、必ず混ぜてから、使うようにしましょう。これ、納豆を混ぜるとさ、皆さん何気になくやってると思うんですけれども、これちゃんと意味があるんですよ。混ぜれば混ぜるほど、そのアミノ酸ってものが
出てきまして、その旨味が増すわけなんですね。面白いですよね。混ぜれば混ぜるほど美味しくなるんですよ。どういうわけだって感じですよね。この間言ってたその冷凍焼きとか、ね、逆にその酸素に触れちゃダメなんて話したんですけども、こっちの場合はその酸素に触れさせながら、もうひたすらこねて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 こねまくるほどで美味しくなるという、謎の食べ物でございます。これがその料理の納豆。ではそろそろ、フライパンが温まってきたので、目玉焼きを作っていきましょう。目玉焼きを作るときは、まず油を引きます。で、卵を割って、この上に乗せていくんですが、どうしようかな。乗せて、あんまりずれないように固定してあげて、蓋をして、で、ここからね、必ずね、お水を入れてあげてください。お水。お水。ちょっとでいいです。本当にちょっと。こんなん。それでもちょっと多かったですね。こんなん。なんでかっていうと、その、蒸し焼きにする、したいんです。蒸し焼き。その下から加熱されて、そのね、水分がその蒸発して、このタルタルとこうなると、この中はそのサウナみたいな蒸し焼きになるわけじゃないですか。そんな感じで蒸し焼きにした方が卵に火が通りやすくなるので、必ず、蒸し焼きの状態にしましょう。最初フライパンを温めるときからも、蓋をして、ちゃんとね、フライパンと蓋をしっかりと温めて。で、フライパンが温まってからも、卵を入れて、水分を入れて蒸し焼きの状態にして、そんな感じでやると、すごく美味しく卵焼きじゃないや、目玉焼きが作れるかなと思います。で、ある程度火が通ってきたら結構時間勝負になってくるので、盛り付けの準備をしておきましょう。このサラダの上に、納豆をわーっと広げます。ほい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 。ほい。ほいほい。で、ある程度、好みの焼き加減になってきたならば、こんな感じですね。まあ、この辺は皆さんの好みで、焼き加減を調整してくださいませ。自分はちょっと半熟ぐらいがすごくいいので、こんな感じで盛り付けをしてしまいます。はい、ここに。ほうほう、あぶねえ、ちょっと失敗したかと思った。こんな感じで、とりあえず終わりって感じですね。こんなんです、こんなんです。で、まあ、ここからお好みで、まあ、海苔やら、漬物やら、乗せるといいなって感じなんですけれども。どうでしょう。まあ、普通に考えただけで絶対おいしいって感じですよね。意外とこのキャベツをね、その、乗せるだけでもね、その食感が加わることによってね、すげえおいしくなるんですよ。あんまりこうね、目玉焼きと納豆はなんとなくわかるけどね、キャベツ入るんだ、へえって思った方いらっしゃると思うんですけど、どうですかね。普通に今想像しただけでもね、美味しいのはわかるかと思うんですけれども、意外とこれはね、意外とこれがいけるんですよ。本当にすごくおすすめでございます。よかったらチャレンジしてみてくださいませ。まあね、納豆だけでも別にいいんですけれども、まあ、我々日本人ですからね、お味噌汁とかもやっぱ食べたいじゃないですか。なんでまあ、ちょっとインスタントになるんですけれども、お味噌汁とかも用意して、ご飯を食べると満腹感もあって、なおかつね、大豆イソフロブンがね、大豆イソフロブンがね、美肌には超絶大事ですからね、大豆イソファロブンがね、まあ、中谷園の朝揚げでございます。普通に10食入って200円しないぐらいでね、まあ、1食18円とかそのぐらいかって考えると高いかもしれないですけど、これめちゃめちゃうまいですからね、マジすげえ納得のクオリティでございます。味のクオリティがマジで半端で、ドン・キホーテとか行けばね、10食入りのやつがすごく安く売っているので、皆様もぜひ揃えておいてくださいませ。で、普通にポットから。お湯を注ぎので、納豆丼定食の出来上がりみたいな感じでございます。まあ、単純にその納豆を作るだけですけれども、そんなレシピというほど対応されたものではございませんが、こんな食べ方もあるんだと、こんな食べ方もあるんだということをぜひ覚えておいていただければという感じでございます。それではまた違うところでお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。